でわかる強い個性を持ったデザインですが、あなたに加わったリアルスポーツの印象はいかがですか？リアル専用フロントバンパー、ハンダーグリルが標準装備され、よりワイドかつ低重心なデザインが印象的です。サイドのダイヤモンドシルエットは変わらずクールさを演出していますね。そうですね、エッジの効いたデザインは独特なスタイルをしています。ヘッドランプも変わりましたね。そうですね、ハーンランプとデイライトが一体化し大胆なデザインとなりました。19インチの専用アルミホイールを装着しています。19インチが標準ですか。早くスポーティーな走りを体験したいです。座ってみましたが、まず視界が広く感じ運転しやすそうです。そうですね、低重心の中、アイポイントを高く設定していますので、見通しの良さが実現されています。どんな走りするかすごく楽しみです。では早速、試乗してみましょう。発進、どうですか？この加速、滑らか。そうですよね。モーターと、今エンジンちょっとかかりましたけど。今かかったんですか？今かかりました。全然わかんなかった。スムーズに加速していくんで、あのアクセルちょこっとしか踏んでないんですけど、うん、もう決まった速度まで思いよりの速度に上げることができます、うん、すごいスムーズに感じますね、はい、どうですかカーブ曲がってみて、うん、あのハンドルを切っただけ、うん、少し切っただけでも車が反応するこの応答性の良さ、うん、奥になればなるほど深いコーナーになると切り足していくんですけど、はい、切り足してもしっかり車が反応してくれる、はいはい、感じがしますね。SUV の重さを感じさせない走りですよね。そうですね、荒れた路面走ってますけど車自体は揺れないで、そうですね、フラットな乗り味を実現しているって感じですね。ブレーキもしっかり効くので速度の調整もしやすいですね。なんかちょっとした高級車に乗ってるような乗り味ですよね。そうですね、なんかワンランク上のこう車に乗ってるような、そうですね、感じしますね。車が揺れないですけど硬いんじゃないんですよね。そうですね、すごいグイグイ乗ってる。しっかりパワーも出て、あのアクセルに対するこうパワーの立ち上がり方もすごいスムーズで、うん、いいと思います。そう、上がりながらの下りながらのコーナーですけど、いやすごい楽です。誰でも安心して運転ができそうですね、そうですね、どんな人でも乗れるようなセットアップで、うん、誰でも満足できるような、うん、味付けになってるのかなと思います、ね、いやーこれすごい楽ですね。これすんげーフラット、すげー楽一発目のレスポンスがあるって楽ですよね。安心したいけど、GHR GR スポーツ試乗してみていかがでしたか？すごい乗りやすくて、サスペンションとかボディ剛性上がってるとか、タイヤがちょっと大きくなってるとか、はい、感じがしますけど、全然乗り心地が悪いとかじゃなくて、性能を上げながら乗り心地がすごく良くなってるなってイメージです。ハンドル切った時のレスポンスもいいですし、シート自体もしっかり体をフォローしてくれるので、乗っててもすごく安心して運転できるなという感じがしました。あとこのデザインめちゃめちゃかっこいいですよね。いやそうですね、見た目だけじゃないんですね、はい、なるほど。この見ても楽しめるし、乗っても快適に走れるし、はい、いいとこづくめじゃないですか。いいとこづくめです。この車本当にいろんな人に乗ってもらいたいなと思います。やっぱりあの女性にも運転しやすいってありますよね、はいはい、きっと。ご来店を心よりお待ちしております。トヨタモビリティ東京。